おはよう。おはよう、ジャン君。あれ、ポンちゃん。ポンちゃん、おはよう。寝ぼけてるパパでした。こっちがジャン君でした。ジャン君、おはよう。もう7時なんだけど、寝坊しました。散歩には朝行けませんでした。天気悪いから今から行ったっていいんだけど、なんかでもじとじとしてるね。じとじとだね。プシュ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 。日が出たら暑くていけないし、じとじとだと汗かいていけないし、大変だね、この時期。やっぱ朝4時ぐらいだね。昨日はね、4時半ぐらいに起きたんだけど、お客さんも何時ぐらいに行ったっけ？ 6 時ちょっと前ぐらいにお散歩行ったよね、きっと。あれ、昨日行ったよね、お散歩ね。行ったと思う。そうだよね。後で行きましょう。ジャン君、ジャン君、いいもの届いたよ。魔法の箱のような箱が届いたよ。花の絵がいっぱいなん描いかてある。写真だね、これね。花の写真が綺麗だね。黄色い花の写真が。中身は何でしょ上手に開けたい。立派なう。のえ、が届いたんだよ。なんか来たって聞きつけて。そう来か。ました、来た。ポンちゃんはそうか。なんか開けてんのって。気づいたのね、ポンちゃん。よしよし。ポンちゃん、さあ開けるよ。行きまーす。しゅぽ。ほう。かわいい、きれいだね。おせんべいだ。きれいなおせんやっべいだたね。ー。なんかちょっとね、高級そうだぞ。すごい高級そうだよ。なんかすごいよ。いっぱい入ってるよ。いっぱい下こにのも入っ豆のてやる。つうまそうだね。どれも美味しそうだよ。ポンちゃん、よかったね。ポンちゃんも食べる？人間用でした。あら、あどうもありがとうございりがとうございまーす。